IBM 社製のメインフレーム、システム Z9 メインフレームは、主に企業など巨大な組織の機関業務用などに使用される大型コンピュータを指す用語。汎用コンピュータ、汎用機、汎用大型コンピュータ、大型汎用コンピュータ、ホストコンピュータ、大型汎用計算機などとも称される。IBM704 メインフレームフランクリン生命。 保険会社に設置されたユニバーク I1960 年代後半、NASA に設置されたシステム360モデル91のオペレータコンソールメインフレームは組織で共有し、何らかの業務処理を行わせるためのコンピュータである。メインフレームは商用コンピュータの最初の形態で1950年代のレミントンランド社によるユニバクク I が最初のメインフレームで、以降は 他社からも多様な製品が発売され、巨大な組織で業務処理を効率化するために用いられた。メインフレームとして実用化された技術をダウンサイジングして応用することで、ミニコンピュータ、オフィスコンピュータ、パソコン、スマートフォンなども生み出された。1990年前後から事実上の標準となったオープンシステムの普及後は、特に信頼性、継続性、 コンピュータセキュリティなどが求められる、機関業務などに使用されている。メインフレームの明確な定義は存在せず、複数のコンピュータアーキテクチャのコンピュータの総称で、観点により複数の故障がある。本稿故障で省術する。メインフレームは常時稼働を前提としているため、障害対応に特化し、高い堅道性や上調な整備性を特徴とする。 組織で共有するコンピュータのため、多数のサーバー用 CPU や ECC メモリを一台に集約しているが、計算性能はスーパーコンピュータに劣る。パーソナルコンピュータの場合もあり得る低信頼な濃度を、多数大ネットワーク接続して上長化するクラウドと、対極的なアーキテクチャである。大企業や大組織向けの信頼性、安定性。 容量やシリーズ間の互換性を保持し、ミニコンピュータやオフィスコンピュータより大型で、特定用途の特化型スーパーコンピュータ、組み込みコンピュータなどと異なり、汎用性があり、オープンシステムと異なり各メーカーによる CPU やオペレーティングシステム、ネットワークなどに独自設計の比率が高い。世界初のメインフレームは、世界初の商用コンピュータである1951年の、 ユニワーク愛とされる。1964年の IBM システム360は命令セットアーキテクチャとチャンネル制御言語からなるアーキテクチャを統一したことで汎用コンピュータファミリーの概念を確立し、以後のメインフレームの主流となった。オペレーティングシステム、マルチタスク、仮想記憶、仮想機械、キャッシュメモリ、分岐予測、ハードディスク、フロッピーディスク、 データベース管理システム、オンラインシステムなどの技術はメインフレームから生まれ、後に他のコンピュータにも採用された。メインフレームは1980年代までは全盛期であったが、1990年代にオープンシステムが台頭してダウンサイジングが普及すると、レガシーや滅びゆく恐竜とも揶揄された。しかし長年の設計、 運用を含めた信頼性と一部メインフレームは各種のオープン標準を取り入れたり、2000年代以降のインターネットに代表される新しい集中処理などの潮流もあり、2010年代からはクラウドシステムとの連携というオプションも進められている。このように業務ミッションによって柔軟性の高いオープンシステムと剣道性、信頼性のメインフレームを組み合わせるなど、 ハイブリッドなシステム形態が見直され、2017年現在も、機関業務用に使用されている。現在もメインフレームを製造、販売するメーカーは、IBM、富士通、日立製作所、日本電機、ユニシス、ブルである。本校、種類で消述する。2015年は、世界シェアで、IBM が80%で、富士通、ユニシスが続く。 2015年の市場規模は世界全体で約5000億円で2000年の約1兆円規模から半減している。日本の売上は世界市場の20%ほどを占める。かつては日本の売上が世界全体の30から40%と最大の市場でサーバ市場でメインフレームの比率が高くメーカー数も世界で6社中3社と多く世界有数の メインフレーム大国とも言われた。メインフレームは、複数のアーキテクチャのコンピュータを、世代、用途、規模などで分類した用語のため、趣旨や経緯により、一家のように多数の故障が用いられる。1990年代以降は一部のメインフレームで、オープンシステム対応が進み、各故障の表す内容も変化が見られる。日本は従来、マスコミ、政府、通商産業省、 JIS の文献などで汎用コンピュータや汎用機の子が広く使用されたが、2000年以降はメインフレームの子が代替して増加しており、主要メーカーは現在主に以下を使用している。1950年に世界最初の商用コンピュータユニバクアイが登場した。企業など大規模組織の機関業務での使用に耐えるように次第に以下の特徴を有した。 1950年代から1970年代にかけて複数のメーカーが大型コンピュータを製造した。それらを IBM と7人の小人たちと称した。IBM は現在1952年の IBM701 以降をメインフレームと称する。IBM が1964年に発表したシステム360シリーズは大成功を収め、 システム360で集大成された以下の特徴の多くはその後の各社メインフレームの特徴を伴った。メインフレームに限らず1970年代中期以降のミニコンピュータや1980年代中期以降のマイクロプロセッサも同様である。アーキテクチャの統一によりシステム360が大ヒット機として普及し、 メインフレームの標準となったことで、IBM 互換の周辺機器を開発して、商売とする企業や、さらには本体までも互換機が現れることになった。システム360の基本アーキテクチャは、現在のシステム Z シリーズにも受け継がれており、システム360用の24ビットのコードは、最新のシステム Z ハードウェア上でも修正せずに動作させることができる。 IBM の競合会社は次々とコンピュータ事業の撤退、縮小に追い込まれたため、IBM は司法省と独占禁止法訴訟を続けることになる。IBM は当初顧客に製品ではなくソリューションを提供するために、レンタルのみでの提供を行っていたが、独占禁止法の訴訟を緩和するため、OS の有料化、さらにはリース、買取政策を進めていく。 また、システム360後継のシステム370、さらには1981年のシステム370素では、主要機能を著作権で保護したため、IBM への独占批判は強まった。7人の小人から g e と RCA が脱落すると、ザバンチと呼ばれるようになった。また、システム360を開発したアムダールは、IBM を退職して、 富士通の援助も受け、IBM 互換機を開発するようになる。米国以外で特筆すべき製造業者としては、ドイツのシーメンスとテレフンケン、イギリスの ICL、ソビエト連邦などの IBM 互換機がある。競争の激化に伴って1980年代、初頭から市場の再編成が始まった。RCA はユニワクに売却され、GE は撤退、ハネウェルは フランスノブルに売却された。1986年、ユニバクはバロースと合併してユニシスコーポレーションとなった。1991年、AT&T は NCR を実質的に所有することとなった。1981年には、レーガン政権の下米国司法省が IBM 独禁法裁判を断念し、基礎を取り下げた。横浜市役所に設置された、 日本電機2区 -2200 モデル200日本は通商産業省を中心に外資規制と多額の補助金そして行政指導により国産コンピューターへの誘導を行っていたため最後まで IBM がメインフレームを独占できなかった国である日本以外ではメインフレームメーカーは IBM しか存在しないと言っても過言ではない1 9五十年代より日本の電気 通信の大メーカーの一部が、それぞれコンピュータを開発していたが、徐々に海外と技術提携を進めることになる。1961年日立製作所は RCA と技術提携し、1964年には RCA のシステム365換気をベースにした日タック8000シリーズを発売した。また、同64年の日タック5020は、 独自開発による。1962年日本電機はハネウェルと技術提携し、1964年にはハネウェルの H200 シリーズをノックダウン生産したニクシリーズ2200を発売した。1964年この年の4月、IBM がシステム360を発表。東芝は GE と技術提携し、1970年には GE-600 シリーズの技術を導入したトズバック -5600 シリーズを発売した。同64年10月に松下がコンピュータから撤退する。1970年これまで独自路線を通してきた富士通が IBM を退社したジーン・アムダールが設立したアムダールと提携し、IBM 五換機路線に転換した。なお同年には大手の GE が コンピュータから撤退し、IBM の独り勝ち状態は国内でも脅威として伝えられた。1973年には米国からの圧力などでコンピュータの輸入自由化が決定されたが、それを前に通商産業省は当時の国内コンピュータメーカーの体力では IBM をはじめとする海外メーカーに日本市場を席巻され打撃を受けるとして、 当時6社あったコンピュータ業界の再編に乗り出した。1972年通商産業省は、富士通と日立製作所、東芝と日本電機、三菱電機と沖電機工業の3グループにまとめ、技術研究組合を作らせて5年間にわたって補助金を支給し、各社に IBM 対抗機の開発に当たらせた。富士通と日立製作所は、IBM のシステム、 370の互換機を担当した。東芝と日本電機はハネウェルと提携し G1 オス系であるアコシシリーズを開発した。日本電機は IBM 互換路線を取らなかった。6社がこの3グループとなった理由は以下とされる。上述のように日立製作所は RCA と富士通はアムダールと技術提携して、 IBM 互換機を開発していた。また東芝は GE と日本電機はハネウェルと技術提携していたが GE は1970年に撤退して商用コンピュータ部門をハネウェルに売却していたため系統の差はあるがいずれも G1 オス系を開発していた。そして残った三菱電機と沖電機が組み合わされた。 1981年には IBM が発表した 3081K の技術情報をめぐり、1982年に IBM 産業スパイ事件が発生し、日立製作所と三菱電機の社員が逮捕され、さらに富士通も交渉の当事者となる。後に当訴訟は和解となった。その後、日立製作所は IBM との提携路線に転じて、 IBM 互換路線を継続。富士通は IBM 対決路線を徹底して、以後の互換性確保は限定的となり、日本電機はアコシシリーズを継続しながら開発の比重をオープンシステムに移し、三菱電機は一時は IBM より OEM 供給を受けたが後に撤退、また沖電機工業と東芝は撤退した。1990年代になると、Windows や、 UNIX などのオープンシステムの価格性能比が向上し、クライアントサーバーモデルというシステム構成や、グラフィカルユーザーインターフェースに代表される、ユーザーインターフェース、ネットビスや TCP、IP などの通信プロトコルの普及と、相まって、ダウンサイジングが世界的に発生する。メインフレームは、レガシー、滅び行ク恐竜と称され、IBM などの殿様商売的な経営手法もあり、 各社メインフレームの収益は急速に悪化した。これらの影響は当時多数存在したメインフレーム専用のアプリケーションを開発する中小ソフトウェア会社にも及び性能が向上し実用品となったパソコン向けソフトとして自社製品の一部機能を移植したり中にはフロムソフトウェアのように業界自体に見切りをつけてゲーム開発に倉替えする会社まで現れた。 この時期に各社は以下の対応を行った。ダウンサイジングにより絶滅するかと思われたメインフレームだが特に日本では現在でも大規模な企業、組織で使われ続けている。2000年代に入ると大規模で安定した巨大サーバーが見直された。メーカーも方針を転換している。富士通は2005年頃から ラインアップの拡充とウェブサーバー機能を強化した GS シリーズを投入した。GS はグローバルサーバーの略称で巨大ウェブサーバーとしてのメインフレームを念頭に置いた製品であることを示している。しかし台数ベースや金額ベースで見た場合、メインフレームは減少し続けている。仮想化を含むサーバー統合によって台数が減少した。価格性能比の向上で、 金額が減少したと解釈することもできるが、メインフレームの復権かどうかは、はっきりしない。なお最近の IBM の発表は出荷ミップス、数比での発表が多い。コスト面でも、いまだに、風当たりが強い。2003年、自由民主党の E-Japan 重点計画特命委員会は、政府に、電子政府及び CIO 連絡会議に関する、申し入れを行った。 観光庁はメインフレームを使用したレガシーシステムに年間7000億円をつぎ込んでいた。メインフレームを使用したレガシーシステムは随意契約の無駄もあり、1件あたりの年間平均コストは約170億円に及んだ。メインフレームを使用しない場合の約5倍であった。またクラウドコンピューティングにおいても Amazon や Google ググなどは市販のパソコンを並列化して、 安価な巨大サーバーを構築し、エラー忘却型コンピューティングを実践している。それに対して日本は頑強なサーバーと高価なミドルウェアを使用している。2倍以上のコストという意見がある。しかし、実際問題として、p c サーバ並列化は、リスク分散のメリットとは裏腹に一気の CPU がダウンすることで、ストレージの一部が参照できなくなったり、 一部のタスクが丸ごと止まってしまい、結果として後半にトラブルが広がるというデメリットがあり、しかも CPU が過負荷に弱い。このため、用途や TCO、また保守性、信頼性で評価すれば、一概にメインフレームが高いと言えない。2000年頃はメインフレーム大国である日本に対して厳しい視線が注がれていた。しかし、 2004年頃からメインフレームの見直しは世界的なものになり IBM や富士通の MIPS ベースでの出荷数が増加している中逆に日本の観光庁などが PC サーバーの増えてとするデータベース集中管理を PC サーバーに移行するなど逆転現象が発生している日本はかつて世界有数のメインフレーム大国であった2007年時点では 日本のサーバ市場の約4分の1を占め、欧米の2倍以上の金額が費やされていると言われていた。JEITA の出荷自主統計算加会社の調査を見るとメインフレームは金額も構成比率も一貫して減少している。2011年現在は市場の中心は1億円前後のメインフレームよりも100万円以下の IA サーバに移っている。 2017年現在、現存メーカーも世界6社中3社が日本企業であるが、世界全体では IBM が市場の80%を占有しており、日本メーカーの売上は国内が中心であり、3社合わせても世界シェア20%に届かない。公共機関への出荷が多い。メインフレームは長い歴史と複数のアーキテクチャを持ち、 また専用のハードウェアと専用のソフトウェアが一体として設計、拡張される。一般的な特徴と傾向は以下が挙げられる。以下は主に IBM 系を中心に説明する。マイクロプロセッサの時代以前はメインフレームの本体というべき筐体がセントラルプロセッシングユニットすなわち CPU であった。マイクロプロセッサが生まれた後も性能上の理由からであり、 メインフレームで使われていた TTL やイクルに比べて遅いメインフレームの CPU は複数チップから構成されていた1980年代まではそのため発熱も大きく特に上位モデルでは液冷とする気が多かった1990年代に各社とも CMOS マイクロプロセッサに移行し同時に発熱量が下がったため空冷として低価格小型化した その余裕をマルチプロセッサ化に振り向けることで性能は保たれた。いくらを使用した最後に近いものとしては1999年、日立の MP6000 がある。2001年発表の AP8000 では CMOS 化した。現在は独自仕様のマイクロプロセッサを複数搭載するものが多い。IBM のアーキテクチャではシステム360は3 2ビット、 システム370素以後は32ビット、Z アーキテクチャ以後は64ビットである。GE ハネウェル系である、日本電機のアコスマイナス6系は、ワードマシンであり、独自アーキテクチャである。同社のアコスマイナス4やブルの g チ o s 8は、バイトマシンであり、仮想化技術を使用して、アイテイニアム2によるエミュレーションに移行した。またアコスマイナス2は、 GO に移行した。しかし2012年には IPX9800A100 を発表し、将来性や性能面から上位機種は板入平方メートルから独自開発プロセッサのマイナス6に戻った。日本国内でもメインフレームの需要が減少したことからメインフレームの製造は減少しているが、日立と富士通はともに、 独自プロセッサによるメインフレームを続けている。前述のように IA-64 プロセッサによるエミュレーションに移行した日本電機も上位機種で独自プロセッサを再開したを参照。なお日立は2000年に北米市場での新規営業を停止している。ただし日立と IBM のプロセッサは2001年の発表によれば共同開発である。 ユニシスの場合、大型機では独自のプロセッサを搭載している。中小型機では g オンを搭載し、OS2200K よび MCPK 中型機では Linux ベースのファームウェアによるエミュレーション。MCPK 小型機では Windows サーバー上で稼働するエミュレータによりそれぞれ独自 OS を稼働させている。大型機、中型機の場合、 コンソール制御用にオペレーションサーバーと呼ばれる G4 搭載の Windows サーバーを搭載しており、また Java アプリケーション実行用に JE プロセッサーと呼ばれる G4 搭載の Linux サーバーを搭載可能である。各社に共通してメインフレームでは CPU の性能は全体性能に比例するとは限らない。反用マイクロプロセッサをほぼそのまま使用する IA サーバーや ユニックスサーバーと異なり、チャンネルなどの専用 IO を多数搭載し、ファームウェアが性能に大きな比重を占めるためである。IBM System Z では、チャンネル以外の専用プロセッサには、Linux 専用プロセッサー、Java 専用プロセッサー、DB 専用プロセッサーなどがある。これらのプロセッサを使うことで、CPU の負荷を低減できるとともに、 ソフトウェアのライセンス量の低減も行うことができる。チャネルと呼ばれる IO 専用プロセッサを多数搭載できる。チャネルは IO に伴う CPU の負荷を軽減する。オープン系で一般的なインテリジェントな外部バスと異なり、接続経路が高負荷な場合には別経路を選択して使用する IO の飛び越しなどができる。一般に メインフレームの CPU は高速と思えないのに、高負荷時にも安定稼働して、一定の応答時間も得られる。オープン系の CPU は高速なのに、負荷がある時点に達すると急速にスループットが低下するなど IO の基本設計の違いによる場合が多い。これはメインフレームの場合、IO の制御を OS から切り離し、蒸気の専用プロセッサに任せているためである。 したがって、一つの重い IO 要求が発生しても、OS は並行してタスク処理を進めるので、著しいレスポンスの低下を回避できる。これに対し、オープン系は IO 要求が発生すると Wii 状態となり、CPU 側でビジー状態ではないにもかかわらず、資源が使えなくなることがある。よって、高速 CPU を用いても IO 処理が重い。 高負荷等の事象が重なると必然的にレスポンス低下に至る。以前はメインフレームも似たような方式であったが1980年代頃より現在の制御方式となり IO 処理の部分がさらに強化された。なお現在の IBM メインフレームでは各チャネルの内部的には複数のパワー系プロセッサーが搭載されている。また周辺機器との物理接続は 昔は同軸が主流だったが、現在はファイバーが主流である。同軸ケーブルの場合、接続上の制約やケーブリング自体の負荷など、インフラ面での設計が容易ではなかったが、ファイヒャン以降、軽減されている。メインフレームでは、複数の OS が同一の磁気ディスク装置を共有することは一般的であり、整合性を保つためのキャッシュやロックなどの排他制御は、 OS レベルで実現している。さらにミドルウェアのクラスタリング機能を組み合わせた場合は、障害発生時にディスクやプロセスの引き継ぎをすることなく、待機系が瞬時に処理を引き継ぎ、ユーザーには瞬間的な業務停止も見せない。さらには、障害機で処理中であったトランザクションも TP モニターのログから可能な限り復元し引き継ぐことができる。 これらの機能は1980年代には一般的で2008年現在でも多数の金融機関などで使用されている。メインフレームでは各社の複数の独自 OS に加え一部はオープン系の OS も同時稼働できる。IBM 系の主流 OS は歴史的にはバッチ処理主体で始まり複数アドレス空間、i、大割り込みベースのマルチタスク。 ジョブ制御言語によるプログラマーとオペレーターの分離などを持つ。さらにオンラインリアルタイム処理のためのタイムシェアリング、トランザクション処理を構築した。各社 OS とも大規模用と中小規模用の流れがあり、コマンドやジョブ制御言語の構文などが異なる。メインフレームの OS というとこれらを指す場合が多い。IBM 系では、以上の主流 OS のほか、仮想化用、特殊用と用、 ユニックスやリナックスなどのオープン KOS もある。日本電機のアコスとブルの GTOS は歴史的にマルティックスの流れを組み、最初からオンラインとバッチ処理を行い、ユニックスのような階層化ファイルシステムを持つ。なお、オープン KOS の稼働方法には以下があり、サーバ統合のレベルやサポートされるアプリケーションに相違がある。IBM 系では 以下の組み合わせで OS を同時稼働させることができる。IBM の場合は、いずれの場合でも専用 OS および Linux4 システム Z が同時稼働できる。ユニシスでは最大8パーティションに分割できる。1990年代に各社とも Ethernet TCP、IP 各種の連携機能などには対応しているが、 オープン系の OS そのものを稼働させる方法は各社で相違がある。大別して外資系は積極的で国産各社は消極的と言える。IBM は OS390 以後は専用 OS でもユニックス互換環境を標準とし、さらに Linux はネイティブでも稼働できる。富士通はプライミックウェストプライムフォストで同一筐体に IA。 ユニックスサーバーを搭載できる。日立製作所は一時リナックス 4MP シリーズを出したが現在出荷はされておらず、現状ほとんどの環境で上位シリーズでは、回シリーズともにオープン系の OS は稼働しない。日本電機は各シリーズともオープン系の OS は稼働しないが、仮想化技術を使用してアコスマイナス4は板入、平方メートルにアコスマイナス2は G オンに移行した。 ブルはノーバスケール9000で独自 OS のほか、Linux Windows サーバーも稼働できる。ユニシスはクリアパスサーバーで独自 OS と Linux Windows サーバーも稼働できる。なお、同一筐体であっても OpenKOS をネイティブで稼働する場合はメインフレームの利点はハードウェア面の信頼性や仮想化などになりソフトウェア面の利点、特徴はなくなる。 メインフレームのセキュリティは最初から企業などの大規模組織での使用を考慮した基本設計によるものが大きい。オープン系では通常、ネットワーク経由で侵入後、脆弱性を攻撃し、スーパーユーザーに昇格さえできれば、そのコンピュータは完全に支配下に置ける。メインフレームの場合は仮に同様の攻撃に成功しても、一アドレス空間しか支配できず、 他のアドレス空間や他のデータセットへの読み書きもできずシステム全体の管理ユーザーにもなれない。なお過去には以下も要因であったがメインフレーム固有とは言えない。またメインフレームのセキュリティが高いのは数が少なく標的とした攻撃やウイルスが少ないためという説明が広くされているがメインフレームには世界中の銀行、政府、 軍事情報が格納されていることを考えると妥当ではない。ただし、上記はすべて専用 OS の場合であり、unix や linux Windows をネイティブで稼働した場合は、OS レベルのセキュリティはその OS のレベルとなる。メインフレーム上で使われている主なプログラミング言語には、当初からの各アーキテクチャ用のアセンブリ言語に加え、伝統的な高級言語であるコボルや、 ォートランや PL、I、および C 言語、C Java や各ベンダー独自の 4GL などがある。メインフレームでは、同一、アークテクチャ内の CPU 命令セットや、入出力命令の上位互換が厳密に維持されている場合が多いため、アセンブリ言語は制御系や特に性能を重視する箇所などに2010年現在でも使われ続けている。高級言語は普及時期が、 メインフレーム前世紀と重なったこともあり、商用計算では、コボル、科学技術計算ではフォートランが2010年現在でも、広く使われている。なお IBM は1980年代の s a r CPI では、コボルフォートラン、C 言語を採用したが、メインフレームでは、PL、I を併用し続け、1990年代後半からは、Java も推進している。富士通。 NEC、日立などでは、伝統的なコボルやフォートランを中核とし、C 言語や Java などを併用している。メインフレームは I、O を含めた平行稼働やワークロード管理により、複数業務の平行稼働性に優れている。スループットが安定しているので、大規模バッチ、大規模帳票出力業務などに強い。メインフレームのスピードは、ベンチマーク値で表されることが多い。 歴史的には MIPS で計測されてきた。MIPS はメインフレームの性能を簡単に比較できる。IBM のメインフレーム JARS の性能は約 26MIPS から2万 MIPS 以上とされている。しかし MIPS は誤解を与える指標である。命令そのものの流度が異なるため、プロセッサのアーキテクチャの変遷に伴って MIPS が本来持っていた。 実行命令数という意味は失われている。MIPS は技術的には意味はなく、単に昔のマシンとの性能比較の目安となっているに過ぎない。このため IBM はメインフレームに数種類の負荷をかけて計測する LSPR レシオを公表している。同様のことがユニックスサーバでも見受けられる。顧客は用途にあったタイプのベンチマークで性能を比較するようになってきた。 例えばスペシントや TPCC などである。もっともそれらのベンチマークも全く問題がないわけではない。顧客が自分のシステムにどういったタイプの負荷がかかるのかを分析することは非常に難しく、結果として単に LSPR の値などを使うことになる。そういった意味で MIPS の使い道は残り、IBM や他のコンサルタントは ミップスを公表し続けている。2005年の調査によると利用別のシェアにおいて、機関業務では、汎用機とオフコン外然7割近く使われている。特に、メインフレームは、高い信頼性や、大量のトランザクション処理が求められるシステムで、使用されている。日本の産業別の出荷傾向では、トップは一貫して、公共機関で、1998年度から2007年度の、 平均は37%。なお、金融機関の平均は19%である。メインフレームからオープン系へ移行することもある。メインフレームで稼働しているシステムをオープン系に移行する場合は、特に以下に考慮する必要がある。単純にコンバージョンできるシステムもあるが、多少とも複雑なのものは、システム構築時の背景にある文化の違いを把握し、 ユーザーに十分説明し、場合によっては割り切りやマイグレーション断念などの場合もある。ただし、以下の考慮点はあくまで商用における一般的な傾向であり、個々のシステムでは限らない。メインフレームとオープン系、または異なるアーキテクチャのメインフレーム同士のデータ交換での考慮点には以下などがある。現存する各社の主なメインフレームとその系譜は以下の通りである。 過去に存在した主なメインフレームには以下がある。ありがとうございます。